安倍晋三でございます。銀、えー、座シックスのオープニング誠におめでとうございます。銀、えー、座といえば銀座の恋の物語であります。<laughs> えー、これ歌えません。デュエットですね。小、え、池、ー、知事がおられておられます。まあ一緒に歌ってもいいんですけども <laughs>、えー。まあ実はこの銀座の恋の物語がヒットしたときは私まだ8歳ぐらいですからまだ子供だったんで、えー、私の世代ではないんですね。 小池さんの世代ででもないす先ほど変えられた森元総理の世代だろうと思うわけでありますがこの60年代70年代には、えー、銀座をテーマとしたヒット曲ラブソングがたくさんあります、まあ、東京に来たら一度は銀座に行ってみたいまさに日本中の憧れの場所がこの銀座でありました。その 日本人の憧れが、全国から人が集まる場所のこの銀座が、今や世界の人々から、人々が憧れ、そして世界の人々が集まる街になったと言えると思います。安倍政権は誕生して以来、観光立国に力を入れてまいりました。そのの結果日本を訪れる観光客の数は 約3倍2400万人になったわけです、えー、そして東京に来た外国人観光客の約半分の方はこの銀座を訪れますその結果どういうことが起こったかといえばそれは安倍政権発足後この4年間で銀座の工事価格が8割以上もですねアップ したわけであります、えー、これ、自慢しているわけではなくて、まさにファクトを申し上げているわけでありますが、えー、それはですね、これ、バブルの結果ではなくて、まさにこの銀座が本来持っている実力が十分に発揮された結果であろうと、こう思っています。えー、銀座は世界の銀座になった結果ですね、まさに儲かる土地となったという調査だろうと思います。 えー、銀座6は850億円余りの投資ということでございますが、観光客が増えれば、こうやって投資も出てくる、そしてまた次に投資で魅力が高まれば、もっと観光客がやってくる、そうすればまたもっと投資ができると、この銀座でもです、ね、アベノミクスの好循環がこれ回り始めているということではないか、まさにこの銀座ではまさにデフレ脱却が。 成し遂げられていいいいるとととうことではないかと思モリブルの辻社長はですね、えー、確か3年前にアベノメクスのスタートとこうする形で、えー、10年間、10プロジェクト、そして1兆円の投資をすると、えー、こう宣言をしていただきました。ぜ、え、ひ、ー、ですね、1兆円にとどまることなく、<laughs> えー、さらに、 東京だけではなくて、全国にですね、投資をしていただいて、日本のデフレ脱企画に大いに力を発揮していただきたい、うなずいていただきましたから、そらく投資をされるんだろうと <laughs>、えー、こう思います。銀行関係者もたくさんいらっしゃってますから、しっかりですね、辻さんの要望に応えてもらいたいと思います。えー、さて、g、えー、座 n z a s はですね、日本を凝縮して体験できます。えー、下には日本が誇る伝統芸能の 能楽堂があります、えー、お土産にはです、ね、九州伝統の博多織、えー、そして京都宇治のお茶新潟の燕三条の職人がこしらえた器も買えますまたランチには大阪の串カツや、えー、上州のお東梁のめしおやつには北海道派が誇る白い恋人 えー仙台メーカーの萩の月が買えると、食べられるということであります。えー、これ、この原稿には残念ながら、山口県の物産等々が書いてありませんが、おそらくあるんだろうと思いますね。えー、よく私が申し上げたことをまあ忖度していただきたいと、えー、こう思うわけであります。えー、日本全国の良いものを世界に売り込む地方創生の起爆剤。 とともなっていると思いる思ます、えー、同時に訪れる外国人には日本の良さを知ってもらいリピーターになっていただくチャンスともなります、えー、実は人材エリアにはパリ・シャンゼリ通りとニューヨーク5番街を合わせたくらいたくさんのミシュランの星があるレストランがひしめいています、えー、百貨店などのショッピングの場はニューヨーク5番街の2倍ありますすぐそこには歌舞伎座もあり 伝統文化にも触れることができる、えー、そこに新たなランドマーク銀座6が加わりましたワードクラスのブランドが240以上も一等に関するまあ世界中の人たちにもうニューヨークやパリに行かなくても、まあ、銀座で十分と思ってもらえるぐらいになってほしいと、えー、大いに期待をしていますこの銀座6の誕生で銀座エリアも 東京全体も盛り上がると思いますが、これから日本全体がもっともっと盛り上がってきます。先ほど、オリンピックの組織委員会の森会長についても触れさせていただきましたが、2020年にはいよいよ東京オリンピック・パラリンピックがやってくるわけでありまして、今日うお越しの小池知事ともしっかりと協力をしていきたいと。 本当にそう思っておりますまた、えー、協力をしていかなければならない、えー、と言ってもいいんだろうと思います。えー、同時に、えー、観光立国もさらに、まあ、進めていきます。えー、政府として、2020年に4000万人、2030年、6000万人と野心的な目標をかけたわけであります。まあ、すぐに、まあ、無理だという方がたくさんいらっしゃるわけでありますが、そんなことはありません。えー、先々週ですね、 ダボス会議で有名な世界経済フォーラムが2年に1度の観光競争力ランキングというのを発表されました。発表しました。皆さんご存知でしょうか。政権交代前は20位以下に低迷をし、アジアでも香港に負けていました。しかし、安倍内閣が観光立国を進めて以来、その結果、2013年には、 14位そして15年にはベスト10に入って9位、今年はなんと4位になりましたこれスイスやイタリアやアメリカよりもですね上になったんです、しかし4位で満足していたはいけません、2位じゃだめなんですか。 とといううここででであれればすすねこれ下がっていっててしまうんですよ皆さん、私たちのより上には確かにですねドイツがあり、フランスがあり、そしてスペインがありますが、辻さん、そして小池さん、一緒に1位を目指していこうではありませんか、<laughs> 東京を世界一の都市にする起爆、まあ、剤にしていきたい、こんなように思う次第でございます。 銀座シックスが、えー、ますます発展をしていき、日本が世界、東京が世界一の都市となり、2020年、東京オリンピック・パラリンピックが成功することを記念いたしまして、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。本日はおめでとうございました